おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。V ストローム250を映してるんですけど、 V ストローム SX が8月の24日に発売されます。いいな、欲しいなっていうふうには思っているんですけど、さすがにもう買い替えはできないというわけでございますので、オズさんは V ストローム250をこれからもどん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 末永く愛用していこうかなっていうふうに思います。で、愛用するにあたりまして、 V ストローム250最大のオズさんの不満点を今回は解消いたしました。それは何かって言いますと、ハンドルでございます。ハンドルを交換いたしましたので、その様子を今日は動画に撮ってみようかなっていうふうに思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、 V ストロームには50のハンドル交換をしたんですけど、純正の V ストロームのハンドルっていうのはものすごく絞ってるんですよ。ここの角度が深いんだ、ガーンと絞っていて、なおかつ横幅が狭いというわけでございますので、オズさんはかなり大柄です。身長181センチ、体重85キロというわけでございますので、ハンドルが合わないな、窮屈だなっていうふうに思っていたんですよ。特に角度がものすごくついているんで、長時間乗っていましたら、どうもこの手首の角度とハンドルの角度が合わなくなって、手がしびれてきたなっていうことを感じていたんですけど、このハリケーン製、そう、これはハリケーン製のヨーロピアン3月だったかな、ナロー3月だったかな、ちょっと覚えていないんですけど、概要欄に貼っておきます。オズさんが交換しました、ハンドルに交換しましたら、どういう風に感じるのかっていうところをお伝えしようと思います。まずは止まった状態で見ていただいたら、この角度っていうのが純正のハンドルに比べまして浅くなっています。これは自然体になりました。で、あとはハンドルの幅なんですけど、純正に比べましたらハンドルの幅がかなり広くなっております。で、ハンドル幅が遠くなったと、幅が広くなったというわけでございますので、ケーブル類の取り回しなんですけど、これは全然余裕でございます。ハンドルを切った時に、ちょっと、全然余裕だな、はい、大丈夫でございます。で、こっち側も全然余裕があるというわけでございます。で、このハンドルに付け替えることによりまして、ちょっと純正に比べて高さが低いんで、ハンドルアップスペーサー3センチっていうものをこちらに導入して挿入しております。これでハンドルの高さはおじさん好みになっているというわけでございます。3センチのハンドルスペーサーを入れて、もう一回ハンドル切ります。ここギリギリです。ここもギリギリ、何もかもこの隙間がギリギリっていう状態で入っております。話がコロッと変わるというわけなんでございますが、ピーって言わされましたんで、お、ご視聴者の方かなって思ったら全然違う方でございました。まあまあそういう話も起きまして、今からこちらのハンドル交換しました V ストローム250にまたがって、実際に走行してどういう感じになってるのかっていうところのインプレッションをお届けいたします。ではどうぞ。それでは右ウインカーをつけまして、レッツラゴーイでございます。1速、2速、3速まあ相変わらず V ストロームには50はギア比がすごい接近してるなっていうところを感じつつ、今何を思ってるのかって言ったら、やっぱりハンドル全然違うよなっていうところを感じております。まず何のハンドルの違いを感じるのかって言ったら、幅の広さでございます。前まではさっきも言ったんですけど、こじんまりとしたポジションでなんかねみたいなところを思いながら、もうちょっと広かったらみたいなことをずっと思いながら走っていたんですけど、これは大満足できるぐらいのハンドルの幅になっております。でもってハンドルの角度なんですけど、これも絶妙だというわけでございます。その絶妙になりましたハンドルポジションで峠道を走ったらどうなのかっていうのを今から体験してみたいなっていうふうに思います。やってまいりました。低速コーナーが続くような峠区間に入ってまいりました。えい、わあ楽もう楽、一発目のコーナーですげえ楽よね。もうコントロール性がどうのこうのっていう問題じゃなくて、非常にバイク任せに曲がっていくっていうか、ある程度自分でも何か操作をしながら曲がっていくっていうことができるなっていうところを感じ取ることができました。左コーナー、うわーこういうところすっごい楽になったな。やっぱりそうですよ、皆さんに同調を求めるというわけじゃございませんが、この低速ワインディングで
なんだろう、自分の意思と意思と同調するように曲がるようなことができるようになりました。バイク任せで曲がらなくても本当にいいようになりましたですよ。うわ、すっごい楽じゃないか。リーンアウトもリーンインもリーンウィズも覚えのままだっていうところを感じつつ、今峠道を駆け上がっております。引き続きまして幹線道路を走っております。で、幹線道路を走っている時はハンドルの幅の広さっていうのがすごく安心感に伝わってきております。 V スロームには50の純正のハンドルは幅が狭かったんで、まあ 250cc なりのポジションだなっていうところを感じながら走っていたんですけど、ある程度おおらかなポジションになりましたんで、ちょうど 250cc っていうことを忘れるような、そういう大柄なポジションになっております。大型バイクに乗っているっていうそういう感覚じゃないんですけど、体の負担がかなり減っています。このまままっすぐ走り続けていましたら幹線道路で道路が渋滞しているというわけでございますので、お盆休みだからね、右ウインカーをつけまして U ターンでございます。よいしょ、 U ターンもすげえ楽になったなまあこれも、まあ、ハンドルの幅と手首の角度っていうのをしつこくしつこく言い続けるというわけでございまして、じゃあじゃあヘルさん、何か悪いところデメリットはあるんじゃないのっていうふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけど、デメリットにつきましてはこれ錆びるのかなうわ、まあそこ鉄製スチール製でございますので、ほったらかしで乗り続けていましたらハンドルがおそらくサビサビになるんじゃなかろうかなっていうところを感じるのと、装着に関しましてはもしご自分でやられる場合にはスイッチボックスの穴開けっていうのはドリルでガーッとハンドルに穴を開けないといけませんので、それが難儀するかなっていうところを感じております。大津さんはハンドルに穴を開けるようなそういうドリル持っていませんので、当たり前のようにオートバイ屋さん GO ファクトリーさんでこちらのハンドルを装着していただきました。あとまだあるな、デメリットとしましては、はい、ハンドル買ってきました、装着しました、さっきも言ったんですけどクラッチワイヤーがパツンパツンです、アクセルワイヤーがパツンパツンです、ブレーキホースがパツンパツンですみたいなことになるかもしれません。今何を感じながら走ってるのかって言ったら、まあ正直にお話しするよ、これ V スロームには50乗ってるんですけど、だいぶハンターカブに近づいてきたなっていうところを感じながら走っております。で、ハンターカブを目指しているっていうのが何でかって言いましたら、ハンターカブこういうところを走っていて何にも気使わなくてもフェフェフェっていう風に走れていくんですよ。その何も考えなくても曲がっていける、止まる、そして加速するっていうのがこの V スローム250でもだいぶ味わえるようになってきました。そんなわけでございまして、 V スローム250ハンドル交換をしまして、言いたいこともあらかた言ったというわけでございますので、本日の動画を終了させていただきます。ではでは、ハンドル交換してよかったこれはよかった。